皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日ちょっくらリクエストで動画編集のやり方を知りたいなんていう話がありましたので、ちょっくらこの動画の中で実際に動画編集をしていこうかと思っております。ちょっと面白い素材としてね、先日 H2N というハンディレコーダーを紹介した素材がこんな感じであるので、ちょっとこれらを使って、練習というか動画編集をしていこうかなという感じです。僕は基本的にこのプレミアというソフトと、あとオーディションというソフトをよく使っているので、ちょっとこの2つを起動させておきましょう。とりあえず説明させていただきますと、この5つがね、その動画素材です。ビデオカメラ、僕の場合は α7II っていうね、あのソニーの、ミラーレスを使ってるんですけども、その映像がまあこの辺にあるような感じです。で、見えないね、この上のところにね、ちょっとね、この辺に、そのまたこの別のモノラルマイクがあるんですよ。この動画の、このビデオの音声ではなくて、ここら辺にこのモノラルマイクがあって、そのモノラルマイクでそのいつも集音しているんです。だこの、ね、映像は音声ついてるけども音声を一切使わない、このモノラルマイクの音声があるので、これを使って当てはめていきます。でそのモノラルマイクの音声は別ですね、このスタジオ版というソフトを使って別でその DAW を使って集音しているんですけれども、これはちょっと、DAW の話になってしまうのでちょっと割愛、とりあえずこの別撮りで音声ファイルを用意しておくということです。で今回この H2N というハンディレコーダーの紹介なんで、 H2N で作ったこの音声の音も用意しておきます。だからこの、映像と音声と音声という感じですね。でこの音声書き出したら、意外とこれの音ちっちゃいんで、このオーディションというソフトに一回突っ込んで増幅します。確かこれも増幅してあったと思うんで、もう結構大きいんだけども、まあこんな感じで波形があるわけじゃないですか。でも実際はね、結構ねちっちゃいんだ、こんな感じなんだ、こんな感じの波形ですごいちっちゃいから、このスペシャルのマスタリングというソフトを使って、このリミッターを、まあ、結構がっつり 40% とかかけちゃったりとかします。で 40% かけて適用すると、この波形がですね、このいい具合にこのブイーンって盛り上がってくれるんですよ。このオーディションのこのマスタリングっていうエフェクト、これがもうね、えらい便利でね、あの変に DAW でゴニャゴニャするよりもね、こっちでバッてかけちゃった方がね、全然いい結果になるので、すごいよく使ってます。で、こんな感じで大きい波形になったらば、コントロール S で保存して、使っていくんですけれども、まあこんな感じでオーディションを使ってるよということです。これはもうすでに増幅済みなので、ちょっと一回消します。で、実際このプレミアプロの方に行って、動画編集をしていくわけなんですが、この5つの映像を、まず流すと、でプレミアさんが起動してくれない、起動した、まず新規プロジェクトですね、02-2020-04-27 ムービーとか言っておきましょう。で参照、保存する場所ですね、これはまた別のところ、ここに保存します。で OK、この辺の設定は全然ほっときます。デフォルトのままでいきます。でまずこの使う素材、音声ファイル、普通にこのクリック、シフトしながらクリック、でこの辺の別々のところはコントロールクリッククリックという感じで素材を使う素材を選択して、このプロジェクトの方に突っ込みます。そうするとこの感じでファイルをインポートしてくれると。でちょっくら、ここからですね、コントロール N でコンポジットシーケンス化を作成します。01イントロ、こんな感じ。そうするとこっちにシーケンスが作成されました。でここに、動画素材をまず一つ入れます。 MP4 ペットにシーケンス設定を変更。でこの音声ファイルです、この、H2N のこちらですね、トラックをといくと、そうするとこのモノラルトラックが、こっちに入りました。でここで、C を押して、このハサミモードみたいなのにして、いらないところを切り取って、このモノラルファイルがそのね、動画全体の音声になってるんで、ちょっとこのいらないところを、サクッと消します。でこの、オルトか、オルトホイールでちょっと拡大をして、で、オルトを押しながら選択を押して、で右クリック同期で、オーディオ OK。そうすると、このオーディオね、勝手に、解析してくれて、こんな感じで合わせてくれるので、とても勉強。で、この上のこのラインですね、こっちのラインは、こいつは、これ動画に埋め込まれたそもそもの音声なんですけども、これは使わないんでミュートします。で、ある程度長さを揃えて、選択をして、Ctrl G でグループ化をして、
で選択をした状態でコントロール D でフェードを入れて、コントロールシフト D でこっちの音声の方にもフェードを入れると。でオルトをしながらホイールをして拡大をして、このフェードがちょうどなくなるらへんの位置に動画を持ってきて、でホームでこの素材をこっちに持っていく。でちょっと再生してみましょう。皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回も皆様の物欲を支援する商品紹介動画でまあ、こんな感じの動画になりました。で後ろの方も設定しておきましょう。聞いてみてください。どうぞ。このどうぞと言ったら変で音を切りたいので、グループ化しちゃったから、こういう時はオルトしながら選択すると、選択しやすいと。どうぞと言ってフェードが入って、どうぞ。はい、これでそのイントロのシーケンスが完成しました。次のシーケンスいきましょう。コントロール N で02、マイク演奏ギターと入れましょう。ギターで新しくシーケンスができました。でこのギターシーケンスを作ったら、このモノラルと XYZMS をそれぞれこうシフトもしくはコントロールしながらクリックをして選択をして、このタイムラインの方になっていきます。オルトホイールでちょっと大きくしましょう。こんな感じでね、その映像とこの映像部分とこちらですね、音声部分が、入力されました。でこの、先ほども同じようにこの映像についているこの音声は使わないんで、これは一旦ミュートします。でこっち、このファイル名ですね、バスとかトラックとかあるんですけども、このバス1ってやる方がですねちょっと分かりづらいんですが、H2N の音声です。で僕は喋ってますね。でこれどうぞと言ったまでの、ここまでのその素材は別にいらないんで、これは削除してしまいます。でこの後ですね、問題はねこの辺操作ですぐ誰でうん、こっから喋り始めてるからここまでは別にいらないわけですね。ちょっとこんな感じでやっていきましょう。こんな感じで、でもう一つここのモノラルマイクの音声に関してはこっちの音で撮っているので、こっちを流していきましょう。それではどうぞと言った後に、どうぞ、これですね、ちょっと見づらいから大きくしましょうか。ペペペペッと開けて、でシフトをしながらここら辺をホイールすることで全体を拡大することができます。もうちょっと大きくしていきましょう。この音声の波形見てください。この醍醐味 MS で撮ってみます。広がり感が半端ねえんで、とりあえずイヤホンヘッドホンを聞きしながら、聞いてみてください。どうぞ。でこのどうぞって言った後がいらんな、必要な素材なので、これまではカットしてしまいます。でこの辺で適当にカットしてしまって V、クリックデリートで、これ多分ね、この映像がね、なんかやたら長いのね、多分ちょっと失敗してると思うんですよね。撮り直しをしてると思うんですわ。ただこのいらないところ、この波形を見ながら調整をして、いるところだけ合わせると。でこの辺まで来たら、同時に選択して、同期。で、オーディオ OK。といくと、このプレミアの方が自動的に同期を取ってくれている、取ってくれるので OK って感じですね。で、差がサイズを合わせておきましょう。これでこのモノラルの、テイクは OK です。じゃあその次、この波形を見ながら C を押してクリックをして、ぶった切って、で、この選択を押して右クリック同期、OK。で、こっちに関しても選択右クリック同期、OK。そうするとプレミアが自動的にサイズを調整してくれると。で、これを、こんな感じですね。音声と動画の素材の長さをちょっくら合わせておきましょう。で選択してコントロール G、選択してコントロール G、選択してコントロール G。そうするとグループ化というものが起きまして、これがセットで選択できたりとか移動できるようになるわけですね。グループ化しないとここだけとかここだけとかこういう選択肢になっちゃうんですけれども、グループ化しているとワンクリックでペッと全体を選択することができるという感じになります。とりあえず全部選択して、コントロール D でフェードを設定して、でシフトコントロール D で音声の方にもフェードを設定します。そして今全体的にフェードが設定されました。わかりましたでしょうか？この全体の。
今このピコ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 出てるところがそのフェードです。これを設定すると、まあ分かると思うんですけども、こんな感じでこの黒いところからうっすら出てくるような映像ができるという感じです。でこの長さを適度な感じに設定していきたいんですが、まあ、これは結構適当ですね。なんかまあこの辺でしょうみたいな感じでなんとなくぬるっと設定をしていきます。でグループ化してしまったものをその個別に設定したいときは、こうやって、ね、なんだろう、そのこの音声少し短いから長くしたいな、でも上も長くなっちゃったらどうしようみたいなときは、オルトでこの選択をすると単品選択することができるので、単品で選択して、調整をしていきましょう。失敗したこんな感じですかね。でこれをまたバーッと引っ張ってきてオルトで選択をして、長さをちょうどいいところまで持っていって、もうちょっと長くていいかな、こんな感じかな。でこちらに関しても短くして、でこの奥の素材を手前に持ってきて、もうちょっと短くてもいいですね。むしろ重ねましょう、重ねちゃいましょう。でサイズ感を見ると引き終わって次の思想が始まると、その手前の方も、オルトホイールでこの拡大縮小して、シフトホイールでこの左右に動かすというショートカットです。でスペースキーで再生停止をオルトホイールでこのまま前に手前に持ってきて、ちょっと様子を見る、良さそうですね。そしたらもう一回、動画ちょっと見てみてください。ここのところがちょっとフェードがおかしいことになってしまっているので、全体調整するためにもう一回全体を選択してコントロール D で、クロスディゾルブを自然にさせましょう。このクロスディゾルブがおかしいですね。伸びてちょっとうまくいかないんで一回消しましょう。ちょっと僕もこういう時にどうしたらいいのかわからないんですけど、一回設定し直しましょう。で OK、 いい感じ。そうですね、このエフェクトを消したいときはこのエフェクトをクリックして、この選択された状態で、デリートをするとこのクロスディゾルブとかのエフェクトが、切れます。でもう一回こうシフトコントロール D を押してクロスディゾルブを設定しましょう。 OK。 でこんな感じで、このギターの演奏を試奏するところのシーケンスが完成しました。ホームを押して全体をコントロール A で全体選択して手前の方に持っていって、これで OK です。で同じように、アウトロの方も作っていきます。03アウトロでブレイクダウンという名前のこの動画素材ですね、これを持ってきてシーケンス設定を変更で、この H2N と、モノラルの音声両方とも使うんでこのまま両方とも持っていきます。こんな感じ。このオーディオ1チャンネルが、使わないこの動画に含まれている音声、これはミュートします。でこの A2 に関してはこれは H2N の音声で、この A3 に関しては、モノラルマイク、この画面に見えないこの辺にある、モノラルマイクの音声です。でモノラルマイクとこのね、まずこの音声を同期しちゃいます。オーディオを選択して同期を取ると、そうするとねこの重なっている部分がたくさんあるからね、うまい具合に同期をしてくれます。でその次、ホームを押して今度はこの動画とこの音声を、その前にあれだ、頭を揃えなきゃいけないや、これとこれをこの頭を揃えて、適当に同期を取ります。そうするとこの H2N の音声と、動画が、同期を取れるというような状態になるはず。あ、でもちょっとこの余計なとこ消せばよかったな。いい感じです。ちゃんと同期を取ってくれました。この演奏する前の喋りのところ、そしてモノラルの演奏、
演奏があってしゃべりが始まるところ、ここですね。でここで、まあ、全体を選択して、コントロール D、シフト D を押してディゾルブを入れましょう。でちょうどいい長さに設定をして、ホーム、フルとホイールでガーッと縮小して手前に持ってきて、というわけで3つの音を聞いていただきました。まあ、こんな感じで喋りが始まるわけです。でここでそのちょっとややこしいところが、今最初はそのモノラルマイクを使いたいんでモノラルマイクの音声だけ活かしておきます。そうするとモノラルで喋ると、で僕が小部屋と行くとすると途中でそのステレオマイクに切り替えるところがあるんですけれども、ステレオなんで、まあ、このねスパーンっていうものをそこを探します。このね MS のねこのねすごい360度感ってね、ちょっとマニアックな話、XY のステレオなんで、まあこのねスパーンってもう一直線だったものとかを出すのってめちゃくちゃ難しいんだ。めちゃめちゃ硬くですね。これねマジでね、はい、この辺ですかね。XY に切り替わっております。はい、普遍的な集音方法なんです。ちょっと切り替えてみましょう。うーん、確かこんな感じで手を叩いてるところがあります。このちょっと大きい波形のところですね。ここでその M を押すと、マーカーを打てます。マーカー、このマーカーのところでこの MS の音声を持ってきて、で C を押してここでぶった切って、でこの V を押してこれはいらないみたいな感じに設定していきます。ちょっとディゾルブ入ってるんでクリックしてデリートしましょう。でここからそのギターを、あと演奏するんですけれども、どっかでまたね手を叩いてそのモノラルに切り替えるところがあるんですよ。この辺かな。 OK です。ここの波形が大きくなったところですね。ここに合わせてまた M を押して、マーカーを打ちます。打ちました。で C でこのいらないところをクリックして V でバーッと持っていって、でこっちの必要なところをビーッと持ってきてやると、そうするとねこんな感じでこのね音声がそのね順番に入れ替わる感じです。で僕は何回か手を叩いてそのね切り替わるところがあるので、まあ、それを適切に設定していって、このアウトロのセクションは完成という感じです。なんとか分かっていただきましょうか。でコントロール N でまた10メインとしましょう。メインこのメインのコンポジットの方に今作った、このイントロギターアウトロのコンポジットシーケンスを流し込みます。そうするとねそれぞれその作ったものが、ここに流し込まれるという感じです。なんとか分かっていただきましたでしょうか。でここからそのタイトルとかいろいろあったりとかするんですけども、ここはもうテンプレート組んでいて、もうこういう、もうあらかじめ動画素材みたいなの用意してるんで、これを流し込むだけです。 V に V3 を選択して、皆さんこんにちは、滝沢初成でございます。今回も皆様の物欲を刺激する商品紹介動画でございます。商品は何かと申しますと、こちらベベン、まあ、このだけのタイミングでしょう。 V に V3 を選択してコントロール V で動画を流し込みます。でこの、レガシータイトルっていうのがあるんですけど、これをダブルクリックして、Q のベベンリサとかもこのタイトル入れると、肉肉肉食べたい、こんな感じです。そうすると映像の方にうまく流し込めるんで、すごいいい感じだねみたいな感じです。これでも動画編集が完了です。ファイルじゃねえや、スタートメニューからこの Adobe Media Encoder というものを起動します。で必ずねそのこまめに保存、コントロール S で保存していきましょう。この米印がついているときはね、その変更されているよという印なんで、これがついたらすぐにコントロール S をして保存をして、この米印を消すと。これをやらないとね、そのクラッシュしたときに大惨事になってしまうんで気をつけましょう。で、最後にこのメディアエンコーダー、この完成した動画を書き出しする、やつですね。この中にそのプロジェクトを突っ込みます。そうするとしばらく、どんなコンポジットがある、コンポジットじゃないか、シーケンスがあるのかを見てくれるので、しばらく待ちましょう。そうするとなんかこうね、読み込むみたいなコマンドが出てくるんですよ。このプロジェクトの中にある素材、
これどれを掛けするんだって聞いてくるんで、この10メインこちらを読み込みます。でこの読み込みをするとこの9っていうところですね、ここにそのなんて言うんでしょう、いろいろ出てくるので書き出すものが出てくるので、H24264でプリセットは Twitter じゃなくて今回 YouTube なんで 1080p フル HD を選択して、で書き出したいものをこの中にボン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 と突っ込んでこの再生ボタンを押すと、書き出せるという感じです。でこれでね、しばらく10分ぐらいかなで書き出せると思うんですけども、まあこんな感じで出来上がったものが3分クッキングという感じですけども、まあこちらでございます。 H2 メインってやつですね。これはまさにあのもう作ったやつなんですけども、こういうアニメーションとか同じようにレガシータイトルが入ったりとかするような感じです。あとはこれは YouTube にアップロードする感じなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあサムネイルの作り方とかはね、ちょっとまた別途全然違う話のイラストレーターの話になるんで、フォトショップとかの話になるんで、それはまた別途やってみようかなという感じです。今回は単純に動画編集の様子をお伝えさせていただきました。どうだったでしょうか。なんかわかんないところとかね、気になるところとか、もうちょっと聞きたいところとかいろいろあったりとかすると思うんで、その辺はあのちょいちょいとコメントもしくは、Twitter にリプライとかをしていただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。